なぜスサノオがこの地に鎮座しているのか。スサノオさんが力の神様だから。なるほど、ということでしょうか。なるほど、ちょっとだけ違いますね。はい、さあここで問題です。なぜここに、スサノオが鎮座したのか、ね、3つの中から選んでください。1つ目はね、スサノオっていうのはね、スサブ、荒ぶるっていう意味なんです。だから荒ぶるというその力で制したというね、それが1つ、はい、2つ目はもともとやんちゃなんです。ね、御殿に糞をまき散らかしたりね、いろいろやったわけですね。だからもうそういうやんちゃな あれがなんか力となってね、この川を制したの、うん、最後もう一つですね、ヤマタノオロチというのがいたでしょ、はい、あのヤマタノオロチと戦ったからなのか。さあ3つのうちどれでしょうか。1番荒ぶる神だから、はい、3番ヤマタノオロチ、どうして、はい、ヤマタノオロチってヘビじゃないですか。はい、でヘビってあの川とかに通ずるところがあるのかなと、うんうん、でそれを治めたっていう意味で、うんうん、3番かな。なるほど、正解は3番です。お、はい、おっしゃるようにね、ヤマタノオロチというのはヘビのように荒れ狂う川なんです。でその川を制したのがサノオなんですね。そしてあのそのヤマタノオロチの最後の尻尾から剣がシャキン出てきました、うんうんうん、この剣は何でしょう。あ、草薙の、そうです、草薙剛です。違いますね、草薙の剣なんです。これは、はい、三種の神器の一つである草薙の剣、これはね、たたら製鉄というのがあの出雲にあるんです。でこの鉄の砂鉄で作ったのがこの剣だと。そしてこの剣をアマテラスに献上して和合したというね、そういう流れなんですね。ですからここになぜ氷川神社があるかというと、ここの地名というのは下落合でしょ、うん、はい、じゃあ何が落ち合うのか、実は川が落ち合うんですよ。そうなんだ、はい、だから有名な川神田川というのがありますね、はいはいはい、でこの川が落ち合うとどうなるか、川は氾濫する、うん、その氾濫を制するためにここに氷川神社の御祭神である佐野をお迎えしたと、まあ、そういう流れになっているんですね。なるほど、そうだったんですね。深いですね。ですからね、まあ、そういうのをね、あの学んでいくと、まだ神社のあれもちょっと違ってくるでしょ、うん、面白いですね、うん、そう、うん、だから氷川神社を見たら、あ、何か近くに川でもあるのかなって、こう川のせせらぎを耳を傾けてみると、うん、今ちょっとこう耳を傾けると風の音が聞こえてくる、うん、ね、でもね、日常って人っていうのはやっぱり雑音を閉じるという癖があるんです、うん、だから自分に都合の悪い、例えばあの苦言でやったりね、うん、人からもう少しこうした方がいいよとかっていうことあたりをこうしてしまう、うん、聞こえなくなる、うん、ね、でも必要な音と必要じゃない音があるわけです。うん、全部を遮断してしまうと本当は自分にとって必要な声も聞こえなくなってしまう、うん、だから都会でも耳を澄ますと風の音が聞こえてくる、ね、うん、まあ、こういうところにも心を配っていくっていうのはものすごく大事ですね、神道とかね、うん、まあ、これが自然とともにという、まあ、そういう意味になってくるんです、うん、はい、もう一つね、あのスサノオというと有名な神社があるんですね。スサノオを祀っている神社、どこでしょうか。あ、どこだ。これね、京都で非常に有名な大きな祭り、京都で一番大きな祭りよ。あ、パッと出てこないですね。7月にあるんですけど、祇園祭って言います。あ、はいはい、ね、あの祇園祭りはどこの祭りか知ってますか。いや、分かんなかったです。あれはね、八坂神社の祭りなんです。あ、はい、で八坂神社の御祭神はスサノオなんですよ。で、もともと祭りっていうのは秋にあるんですよ、うん、なぜ秋かっていうと、五穀豊穣、ね、収穫に感謝をする、はい、これ我々もともと日本人っていうのはこの感謝に趣を大きく置くわけです。で宮中では2月17日にね、記念祭というのがあるんですね。これは五穀豊穣に祈願する日です、ね、よく実りますように、多く実りますようにと祈願する。これはね、宮中では小さな祭り、小祭なんです。あ、なるほど、はい、そして11月23日今は勤労感謝の日とありますけども、本来ここはね、新嘗祭という日、五穀豊穣に感謝する日なんです。そしてこの新嘗祭が終わって初めて、いわゆる皇室ではね、新米を食べる、つまり日本のボジョレ・ヌーボーなんです。ああ、なるほど、ね、そう、ね、まあ、そこをですね、宮中では大祭と。ですから我々はお願いをすることよりも感謝することに趣を置いているんです。ああ、なるほど、はい、ですからもともとこの神社というのはお願いをする場所ではない。もし皆さんがお願いをしているんだったら、その皆様の人生は小さな人生で終わります。ね、ところが神社に感謝を届けていくんであれば、それはあなたの大きな人生を歩んでいるんですよって、まあ、そういう証拠になるんですね。なるほど、はい、ですからこれね、もうちょっと細かくいくと、感謝の反対って何ですか。
感謝の反対なんだ恨み。おお、そうですね。あとは妬み。妬みね。あとはそれみ。それみ。あとは不平。あ、なるほど。まあ、なるほど、ね。感謝がなかったら、そうでしょ、うん、実はね、感謝の反対っていうのは感謝しないなんです、うんうんうんね。それだけ大きな言葉っていうのは反対の言葉がない。愛の反対も愛さないですね。でしょ、ね、ないんです、ね。つまり、感謝がなくなったら、不平不満、愚痴、嫉妬、妬み、ね、ね、ないな、そねみ、そういったものが起きますよ。あ、なるほど。だから大きな人生というのは、ね、これを歩むとこういうものがなくなっていく人生になっていくっていうことですね。そういったことをこの神社を、ね、深くこう探求していくと、人生の、ね、道、神道というのは教えじゃない、教えはない。でも道というのは自分で、さっき言いました、風の音をこう耳を立てると聞こえてくる、うんね、人の嫌なことも耳を澄ますと実は本質が見えてくる、うんね、ですから人が言ってるんじゃない、うん、神様がその人の言葉を借りて言ってるんだと思えるかどうか、うん、これは非常に大切ですね。神社ではご利益って思ってる。でもね、本当は人間というのは何か知るでしょ。知ると欲しいと思うんですよ、ね、思い続けると思いは願いに変わるんです。願いというのはまだ頂戴ですね。この願い続けると願いは祈りに変わるんです。祈り続けると心の底に届きます。つまり腹に座る。心はまだ不安定なんですよ。だから恋愛した好きな人ができた時にその人の悪いところを見ようとしません。見えても言いません。嫌われたら嫌だから。だから心っていうのはまあ不安定だからしっかり逃げなきゃいけないんですね。でじゃあ心の底に何があるかって、ここに魂があるんです。魂、つまり魂からに入った人は何が生まれるか、祈りはもはや決意に変わるんです。ですから祈るというのは何かを頂戴というのはまだ願っている状態、うん、でもね、私はこうなりますという決意を届ける、これが実は 本当の祈りなんです。ですから神社にお祈りをするというのは私はこうなりますと宣言をする、つまり神様と約束をする、これが本来のお祈り。なるほど。まあ、でもそういう気持ちにさせるような、ね、音楽をやってるからね、素晴らしいな。ありがとうございます。世界に届けてもらいたいですね。はい、はい、届けます、はい、ということで中に入りますか。はい、はい、はい、行こう。じゃあお願いします。はい、縁起の悪いことを言わない、言ったら本当になるよと、罰が当たるよと、まあ、これは昔の人もね、まあ、いわば口癖というか言い伝えだったんですね。そうですね。どうですか、日頃の言葉。日頃の言葉、なかなか気をつけててもね。